長峰商二は、茨城県鹿島郡鉾田町出身の元プロ野球選手。茨城県鉾田市出身。茨城県立三戸商業高等学校では、1年夏からベンチ入り。2年春に第73回選抜高等学校野球大会に出場、先発した3回戦で敗退する。3年夏は、県大会準優勝。 2002年のドラフトで中日ドラゴンズから5巡目、指名され入団。ルーキーイヤーの2003年は1軍登板なしに終わる。2004年シーズンに1軍に抜擢。7月17日の対阪神タイガース戦で初登板。金本、日山、アリアスの主軸3人を全員三振に切る完璧な投球を見せた。 8月29日の対横浜ベイスターズ戦では5回、1失点に抑え、先発初勝利を挙げる。しかし、2005年は再び1軍登板なし。2軍でも、防御率4点台に終わり、ウエスタンリーグでも6敗を喫した。2006年も1軍では2試合の登板にとどまったが、2軍では、防御率2.60と復調し、同年オフには、 高橋里志文と共に、ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。先発要員として活躍し、所属球団の監督に、長峰は十分、メジャーリーグで通用すると評された。なお、長峰はこの年から、4年連続で、シーズンオフにウィンターリーグへ派遣されている。2007年は、オープン戦で、上場の成績を残し、先発要員として、プロ入り5年目にして、 初の開幕一軍を果たす。しかし、公式戦に入ると、結果を出せず、先発三戦目の4月18日の大阪新戦でに3回を自席、自責点6で越されたため、あえなく二軍落ちとなる。その後は、ウエスタンリーグで5連勝し、防御率2.95を記録したものの、上腕三頭筋の故障もあり一軍復帰は、果たせなかった。2008年は、 中継ぎに回ると、ワンポイントに、先発経験を生かした、ロングリリーフに活躍し、33試合に登板。しかし、防御率5点台、被安打63など課題を残した。2009年は2軍で先発、中継ぎを任され、7勝1敗、防御率2.61の成績で、小はじめ結、山井大輔に並び、ウエスタンリーグ最多勝ちのタイトルを獲得した。 2011年11月11日に戦力外通告を受け、12月19日にオリックスバファローズが獲得を発表した。2012年は一度も一軍昇格することなく、10月4日に二度目の戦力外通告を受けた。2013年からは高校時代の先輩である大久保博士元が主催するデーブベースボールアカデミー講師に就任。ミッド校塾長となり、 小中学生の指導をしている。2016年から、水戸市内の就労支援施設で勤務する傍ら、2018年7月31日に、来年度より、ベースボールチャレンジリーグのリーグ戦に参加する、茨城アストロプラネッツのゼネラルマネージャーに就任する、ことが発表された。2019年4月23日、同級団のヘッドコーチを兼任することが発表された。 同級団のユースチームである、ミトボーイズの代表も務めている。2020年10月28日に、GM 兼ヘッドコーチ退任が発表された。先発、中継ぎをこなす、昇進左腕。変化球は、スライダーなどを駆使する。中日入団時に目標としていた投手は、朝倉健太。中学時代の一学年先輩に、タレントの磯山さやかがおり、 プロ入り後も時々メールでやり取りする関係。引退後の2018年2月に交際相手の女性と結婚した。ありがとうございます。